宮城県宮城広瀬高等学校は、宮城県仙台市青葉区落合4丁目にある県立高等学校。通称は、広高もしくは、広瀬。吹奏楽部が、毎年全国大会に出場するなど、部活動が盛んな高校である。また、JR 仙山線、陸前落合駅にほど近く、通学のアクセスは良好である。校舎は、コスト削減を図るために、 同年度に開校された宮城県線、立山高等学校と共通の設計となっている。開校当時の住所は、宮城県宮城郡宮城町市も愛子あざ森下七である。公名の宮城広瀬は、当校が宮城町にあり、かつ大技の下愛子が広瀬村の一部だったことによる。隣接する宮城県立宅もも支援学校のコーチの一部は、 かつて本校の高地となっていた部分を一部削った上で転用されたものである。大半の生徒が千山線通学であるため、最寄り駅の陸前落合駅に関する歴史も吹き、1986年9月から毎年1回行われている文化祭。吹奏楽部はマーチングの大会において全国大会に出場する等の活躍。バスケ部は近年、 全国大会に行くなどを活躍。他、個人等の活躍も著しく、部活動が盛んな学校だと言える。7、3の割合で進学が多いが、その中でも、各種専門学校への進学の割合が高い。大学進学も、私立大学、短大への進学が多く、国公立大学への進学はごくわずかである。2016年8月25日。 水泳授業中に2年生男子生徒が皆そこで沈んでいるのを発見し市内の病院に搬送、意識不明の重体。仙台北署は事件と事故の両面で調査。ありがとうございます。